どうも、斉藤紳士でございます。さあ、皆さん今日はですね、お風呂上がり動画でございますんですけれども、そんなことはどうでもよくてですね、いわゆるドンキ本というのを、持たれてますかということなんですけれども、ドンキ本ね、どういうドンキホーテのあれかな、ドンキホーテのことですかとかね、いう方いらっしゃるかもしれないですけど、そういう方にね、もうげんこつを入れてあげようかなと思うんですけれども、ドンキ本というのはですね、いわゆるドンキぐらい分厚い本ということですよ。持っているかなと思ったんですけど、実は私ですね、ドンキ本あんま好きじゃないんです。例えばですけども、笹目雪、谷崎潤一郎ね、上中下巻とありますよ、新潮文庫なんかで言いますと、文春でしたかね、ごめんなさい、中央公論でしたか、ちょっとごめんなさい、ちゃんとした情報はここに載せますけれども、で出ているですね、もう ひとまとめになったやつがあるんですけども、どっちを買いますかって言ったらですね、分かれてる方を買うんですぐらい、ドンキ本、いわゆる分厚い本ってあんま好きじゃないんです。なぜかというと、ちょっと持ってるその読みにくさであんま好きじゃないんですね。で、本棚に置いた時の太さもあんまり好きじゃないということで、できればもしそのドンキ本が上下巻に分かれているんだったら、その上下巻で買いたいという人間なんですけれども、そんな僕でも家にはドンキ本があるかなと思って、まあ候補ですよね、ドンキ本と言われる候補があるかどうかというので、ちょっと今日は見てみようという動画でございますけど、例えばこちらね、村上龍さんの存在の耐え難きサルサという、これは対談集なんですけれども、まあドンキ本と言えるかな、まあ一応ですね、700ページぐらいあります。はい。とか、こちらも村上龍さんですね、心はあなたのもとに、これね、非常にいい良質な恋愛小説なんですけれども、こちら意外に長いんですよね、これもでも600ページぐらいですね。あとテニスボーイの憂鬱ね、これ以前、視聴者の方からいただいたという、非常にありがたいんですけれども、これもね、昔僕は上下巻で出てる集英社の方で持ってました。でこれが一つになってドンキ本になって、まあでも600ページぐらいですね、これも。はい。永遠のゼロね、これもまあ意外に太いっちゃ太いかなと思って、たんですけれども、これもちょっと600いかないぐらいですね、590ページぐらいです。はい。で島尾敏夫さんの死のトゲも割と太いかなと思ったんですけれども、600超ぐらいですね、620ページぐらいでございます。まあ文庫本はこのぐらいです。ハードカバーで言うと、さらば、西加奈子さんのさらばね、これ一つになってりゃそらもうすんごい太さですけれども、まあまあ上下巻ですので、まあ一つにつき、そうですね、300、400ぐらいの感じですね、さらば。はい。あと半島でよね、こちらもまあ430ページぐらいです。大体430ページずつぐらいですよね、厚さ的にはこんなもんです。はい。で、私を離さないで、加藤石黒さんのね、これもどれぐらいなんですかね、まあまあ400満たないぐらいですね、350ぐらいですかね。そして、以前も紹介してましたこの男子百選というね、これ結構厚いんですけども、これでも420ページぐらいですね。はい。そしてまあこれが一番太いんかな、中村文則さんの教団 X ね、教団 X 太いですわ、これぐらいですかね、僕ん家で本当のドンキ本と言えるのは。ちなみになんですけども、でも、570ページぐらいですね、570ページぐらいあります。何ページからドンキ本と言われるのかというその定義はわからないんですけれども、まあなんか一応調べてみると700ページぐらいあったらドンキ本みたいなんでね、まだこの教団 X でもドンキ本ではないのかもしれないですけれどもね、我が家にあるドンキ本というのをね、紹介いたしました。僕はあんま好きじゃないんでドンキ本は、まあ、持たないですけど、皆さんのねお家には何ページのドンキ本がありますかね、ぜひコメント欄に書いてください。うちには、何千ページのありますとかね、もしくは私はドンキ本が大好きで何冊ぐらい持っていますみたいなのがねあれば、ぜひコメント欄の方に、書いておいてください。私そういうの読むの好きなんでね。はい。というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。